平成22年8月30日月曜日、総理大臣官邸で第2回となる新卒者雇用特命チーム会合に出席しました。会合では新卒者雇用に関する緊急対策を決定しました。私は今の日本の行き詰まりの突破において、まず雇用こそが突破口になる、第一に雇用、第二に雇用、第三に雇用と、そこから経済の発展、さらには社会の安定、さらには財政の健全化、社会保障の充実と、そういうことにつなげていきたいということを常々思っております。夕方、経済関係閣僚委員会を開催しました。本日、雇用、投資、消費、そして地域の防災対策、さらには規制制度改革というこの5本柱からなる経済対策の基本方針を決定することができました。その後、在京イスラム諸国外交団とのイスラム暦断食月ラマダーン中に行われる日没後の食事であるイフタールを開催しました。31日火曜日、総理大臣官邸で第1回アフガニスタン支援検討会議を開催しました。冒頭の挨拶で菅総理は、このアフガニスタンという歴史の中で大変長い歴史を持ち、独特のある種のこの魅力を持ったこの国が、日本の支援によって、本当にいい国によみがえるように、私たち、政府としてもできることを効果的にやっていきたいと。9月1日水曜日、防災の日、菅総理をはじめとする全閣僚が参加して平成22年度総合防災訓練を行いました。今年度は東海、東南海、南海地震が突発的に同時に発生した場合を想定して行われました。総理大臣官邸での地震災害応急対策の実施体制の確保などを図る政府本部運営訓練を行った後、東海地震を想定して行われた静岡県伊東市総合防災訓練会場に政府調査団として会場入りし、土のう作成、簡易担架による患者搬送などの訓練を視察しました。この防災の中で最も重要なことは、人間と人間の助け合い、まさにそこにあると思います。政府としても全国、特にこの東海地方の地震というものが大変心配されている中で、皆さんと共に備えあれば憂いなしとしっかり自信を持って言えるように頑張ってまいりたい。総理大臣官邸に戻り、スペインのホセ・ルイス・ロドリゲス・サバテロ首相と会談を行いました。会談後、日スペイン社会保障協定の効力発生のための外交上の公文の交換、および日スペイン科学技術協力協定の署名式に立ち会い、続いて記者発表を行いました。2日木曜日、総理大臣官邸で第7回副大臣会議に出席しました。その後、平成22年防災功労者内閣総理大臣表彰式に出席しました。3日金曜日、総理大臣官邸で国際労働組合総連合、
アジア太平洋労働組合ネットワークから今年の11月に行われるアジア太平洋経済協力会議 APEC 首脳会議に向けた声明の施行を受けた後、意見交換を行いました。都内で開催のエイズ治療に関する写真展、命をつなぐを視察。その後、講演会で挨拶しました。世界はいろいろ軍事的な紛争を完全にはなくなっておりません。しかし一方では、そうした軍事的紛争にも勝るとも劣らない多くの人が病気で亡くなり、貧困で亡くなられているわけであります。人間が人間を助け合うという本当の意味の人間としての安全保障という、そういうネットワークを作っていくことが、これからの世界にとって、地球にとって、やらなければならない最も大きな仕事であろうと、このように思っております。